東、アジア史、東、アジア史は、東アジアの歴史である。中国にて、早期に文明が生まれ、やがてその影響は、作法体制の中で、日本、朝鮮、ベトナムといった、周辺国に広がっていった。近代に入ると、欧米列強の進出を受け、中国を中心とした、作法体制は崩壊する。近代化に成功した日本は、唯一列強にごして、 欧米諸国と覇権を競ったが、第二次世界大戦で敗戦。大戦後はそれぞれ独立司教に至る。東アジアでは、中国東北部で、両河文明、高河流域で、高河文明、長江流域で、長江文明が栄えた。また、日本では、縄文文化が起こった。両河文明の担い手は、ハプログループ N、高河文明の担い手は、ハプログループ O に、 長考文明の担い手は、ハプログループ O1、縄文文化の担い手は、ハプログループ D1A2 であったと想定される。紀元前1600年頃に、中国で陰が建国され、漢字と青銅器を用い始める。春秋時代には儒教を生み鉄器を用いた。紀元前221年に、真の始皇帝が中国を統一すると、始皇帝は、郷土や、北。 ベトナムに侵攻しさらに半島を広げた。早くに文明を生んだ中国都市皇帝に始まる。皇帝は以後近代に至るまで、東、アジア市において主要な役割を担うこととなる。旗滅亡後の紀元前206年に建国された、漢は当初周辺を支配する国力を持たず、北、ベトナムを支配した菅人を作法しようとして認め、南越国が建国される。 半世紀を経て国力を蓄えた菅の武帝は全世紀を迎えた。長年の宿敵強度を大破した上南越国と英し、朝鮮を滅ぼし、朝鮮に落狼軍を起支配した。この時代日本は和と呼ばれており、数百の国があったとされ、中国との交流もあったことが干書に記されている。この後も全菅は力を保ったまま時代は進んだが、 紀元前一世紀の終わり頃になると徐々に進化が権威を握り、最終的に漢の妖邸から定位が散脱され、男が滅び進が成立する。この時期、支配力の衰えた朝鮮半島から満州地域にかけて、高栗や付与が台頭した。漢に代わり進が大陸を支配したが、この変革は失敗し、再び漢が建てられた。五漢時代に技術革新が進み、 中国は再び勢力を盛り返し、コウクリアや冬から再び長考を受けるように言った。また、この時期には和も長考を行っていた。しかし、この五冠も徐々に皇帝の外籍や宦官,官が権威を持つようになり、漢は衰退の道へ向かい、中国は再び戦乱の時代を迎えた。紀元後184年頃、中国は軍有拡挙の時代に入り、 最終的に二百二十年に五冠が滅亡。この後に中国では義、呉、諸国の三国時代に入り、各国が激しい戦いを繰り広げた。中でも義が勢力を強め、高栗に対して攻撃を行い、二百四十六年に高栗の首都を攻略した。二百三十九年に和国大乱を終えた山大国の卑弥呼が義に長考を行っている。 三国時代はおおよそ六十年続き、どの国にも国力の疲弊をもたらした。義は一時は、漢の皇帝から帝位を奪い取るなどの活躍を見せるも、その後の戦いで国力をすり減らし、義皇帝は、進家の一族に帝位を全上を余儀なくされた。二百八十年に義から帝位を取って成立した精神が中国を統一する。しかし、この王朝も短命に終わり、中国は、 五個十六国時代、南北朝時代とさらに約三百年にわたり、戦乱の時代が続いた。この間に、朝鮮ではコウクリが落老軍を滅ぼし、四世紀頃にコウクリ、シラギ、クダラによる三国時代に入り、こちらも激しく争い合う時代になった。また、この時期の辞書を書いたシラギ本記によると393年頃、和人が王城を包囲したとあり、 公開道碑によると四百年に和軍に溢れる白木王都に救援兵を送ったと書かれており、和人が朝鮮半島南部への進出が伺われる。この時代、和は九だらと結ぶようになり、和に多くの大陸文化が流入した。5世紀に和の豪王は闘神野草に彫刻を行っており、僧女によると、僧から死自説ととく、白木、美魔な、神官、母韓国諸軍事、 安藤大将軍は国王の号を与えてもらっている。581年に隋が中国大陸を統一した。隋の文帝は律令制を整備し下境を始めた。この頃、和国の聖徳大使は隋に対し対等の関係を示す国書を送っている。隋は短期間の統一で滅び618年に唐が建国されると、唐は大層の治世により国力を強め。 六百三十年に特決を破り六四十四年に西域の交渉国を支配下に置いた。党はさらに高倉の制圧を目指して、白木と同盟、党、白木の同盟を結んだ。これに対し、和国と九だらは同盟をするが、六百六十年に九だらが滅んだ。和国は九だら復興を目指して挙兵し、六百六十三年に、 白月の絵の戦いが起こるが、唐、白木連合軍に大し和国は敗北した。668年、唐は高栗を滅ぼし、平壌に、と五府を置いた。高栗移民の一部は、北東方面に落ち延び、新たに、牧海を建国した。唐と白木は660年に連合軍を結成した時に、高栗の都平壌以南を、白木領。 伊北を、東領とすることを約束していたが、東が一方的に約束を保護にして、くだら、高栗の土地に、東の機関を置き、白木の支配まで図ろうとした。そのため、白木は670年に、半島内の東軍に攻撃をかけた、東、白木戦争。この時期にチベットなど、国外の多方面との争いがあった東軍は、朝鮮半島を放棄し、白木は676年に、 これを駆逐して朝鮮半島を統一した。8世紀に入ると唐は安定した時代になった。広い領域を半島とした唐の首都である長安にはシルクロードを通じて西域、インド、中東の文物が運ばれ、白木、和国、渤海は遣唐使を通じてそれらの文物や中国の制度、文化、技術を自国に取り入れた。特に和国では 白月の絵の戦いの後に急速に律令制の導入が進み、九州での防衛体制を強化した。また、和国は七百一年に国語を日本に変更。この後日本は徐々に本州東北方面に勢力を新馬てった。十世紀初頭に、唐、白木、渤海は次々と滅ぶ。朝鮮は、五三国時代を経て九百三十六年に、駒が統一し、 渤海の古地には吉丹が進出。中国は古代十国時代を経て960年に北宋が中国を統一した。日本はこれらの国と国交を持たなかったものの中国から来航する解消により、動物がもたらされ、貴族の間で珍重された。その一方で国風文化が発達する。北宋は、高来や大理国から兆候を受け、 家居制度を充実させるなど、文字主義を重んじ経済を発展させ、水墨が、山水が、磁気などを生んだ。しかし千四年に、北方から、吉丹の領に攻められ、年貢ぎを課せられる。千百二十五年に、女子院の金と同盟し、領を滅ぼすが、千百二十六年に、成功の変で金に攻められ、家北を失い、南宋となる。南宋と日本の間では、 平野清盛などにより日層貿易が行われた。この時代、日本では貴族の石棺政治や武士の台頭によって天皇家から徐々に政治の実権が奪われ天皇家には意向のみを持たせるようになった。1192年に鎌倉幕府が成立し武士が軍事権と警察権を掌握する武家政権の時代となった。13世紀初頭にモンゴル高原において モンゴル帝国が起こり、周辺を次々と進行し始める。1211年に金の半島である下北を支配し、1234年に南宋と同盟して金を滅ぼし、1259年に高麗を服属させた。1271年にモンゴル帝国の東部領は国号を元とした。さらに元は、 高来を服属させ1274年と1281年に猛古襲来と呼ばれる日本侵攻を二度行った。しかし、二度とも沿岸地域で激しく抵抗され、台風によって壊滅的打撃を受け撤退している。幕府は戦時体制の構築や元のサイドの襲来への警戒を通じて、自らの権力を九州など西日本に拡大させた。しかし、特装による戦誓や、 土地総論や行為継承問題に対する稚拙な対応を理由にして、鎌倉幕府は諸階層の信頼を失っていった。元は1279年に南宋を滅ぼし、中国大陸を再び統一した。ユーラシア大陸を広く支配したモンゴル帝国の下では、東西の交易が盛んとなり、元の首都である大都には欧州や中近東から多くの商人が訪れる。 この中の一人であるイタリアのマルコ・ポーロの体験は、東方圏文録として出版され、欧州の人々の興味を呼んだ。元末の13世紀頃から和光が、朝鮮や中国沿岸で、海賊行為を始める。元は広大な国土を保ちきれず、内乱が起こり、和光によって疲弊した。そうした中で1368年に明は元を、モンゴル高原へと追いやった。アキラは、 1372年から解禁し死亡益を禁じた。朝鮮では13世紀半ばから中国での内乱に巻き込まれ和光の損害を受け、国内では王と将軍の祖母が生まれた。1392年に朝鮮王朝がクーデターによって建国され、高来に代わり、民から作法を受けることを許された。朝鮮は和光への対策から日本との死亡益を 和寛に限定した。1419年に、大江の外交では交取締りを目的とし、津島国に攻め入ったが、津島宗氏によって撃退されている。反対2510年に、朝鮮による貿易統制に反発した在留日本人とそれに、火星した津島の宗氏の救援軍による三浦の乱が起きた。千三百年代の初め、日本では鎌倉幕府が実権を失い、 1338年に足利氏によって室町幕府が成立した。この時代、日本では室町文化が花開いた。明は永楽三角の第二、南京から北京に遷都し、1401年に日本に対して和光の取り締まりを要求するとともに、室町幕府の足利義満を日本国王に封じ日上がり貿易を始める。1405年に、 平和の大戦団を南海に発し多くの朝工国を得た。この戦団はアフリカの東岸にまで達しており、欧州の大航海時代に70年ほど先んじるものであった。一方この頃の日本では室町幕府が内部での家督争いや皇室の南北分裂などから徐々に力を失い、王仁の乱を経て戦国時代が始まりを告げる。16世紀半ばに、 織田信長が刑に上落し、足利氏を刑から追放すると、安土桃山時代となった。1592年、日本を統一した豊臣秀吉は一度目は、明征服を、二度目は、朝鮮王朝の南部の占領を名目に、朝鮮に出兵した、日本名、文禄、慶長の役、韓国名、仁心、定友和蘭。文禄の役の初期に、日本軍が勝利を収めたものの、 民の援軍によってそれ以上の進行は抑えられた。文読、慶長年間に日本の軍は防衛体制を築き、慶長の役が始まるが、豊臣秀吉の死により、日本軍は慶戦の意義を失い退却したため戦争は終結した。この戦いの時期において、豊臣政権では内部対立が生じ、関ヶ原の戦い及び大阪の陣を経て、 徳川家が政権を握り、江戸幕府を開くに至った。江戸幕府は、統一権力として、外交、貿易に関する権限を独占し、四つの口を通じて、貿易、外交管理、統制した。この体制は、19世紀に、鎖国と呼ばれるようになる。文読、慶長の役によって、戦場と化した朝鮮半島は国内に壊滅的な、損害が生じ、名はこの戦いに、 多くの資質を行ったために力を失っていくことになった。1636年、満州の後金が真に国号を改める。同年に清は朝鮮に対し兆候を求め、拒まれると日のエネの役で信仰し復従させた。1644年に、明が滅びると、北京に入り、中国の支配を始める。1683年に明の復興を目指し、 台湾で抵抗する停止政権を滅ぼした。1757年からはヨーロッパ諸国との貿易港を公衆に限定した関東システムに基づく貿易を行う。1804年にベトナムの現朝を越南国王に封じた。この間に西欧諸国は大航海時代や産業革命を経て国力を強め南アジアなどの植民地化を進めていた。19世紀。 帝国主義列強は、アフリカやアジアの植民地の拡大を競っており、新国、朝鮮、日本は、ヨーロッパ列強、ロシア帝国、アメリカ合衆国から開国を迫られるようになった。19世紀初め、新国ではイギリスから密輸されるアヘンが問題となっており、1840年、新国のアヘン貿易取締りに反発した、イギリス政府は清志に宣戦布告した。 新国に勝利したイギリスは、賠償金と香港割動、上海などの開港を要求し、1842年の南京条約で宴会の都市のいくつかを疎開として取り上げ、香港を割動させた。1843年に、顧問再追加条約という不平等条約が締結され、1857年からのアロー戦争でも新国が敗れた。その後、 太平天国の乱などが起き、1860年代から、ヨウム運動による近代化が図られた。また、ロシア帝国に宴会州を割上した。欧米諸国の圧倒的優位を認識した新国は、ヨウム運動でその技術を取り入れ始めた。しかし、この改革は、主旧派との対立もありはかばかしく進まなくなった。新国の敗北と繁殖民地化という情報は、 日本でも衝撃を持って迎えられた。西欧列強の進出は、鎖国を素方として固守していた日本にも及んだ。1853年にアメリカ合衆国艦隊が開国を求めて来航し、日米和親条約、日米修行通商条約が結ばれた。上位が叫ばれる中で条約を結んだ。江戸幕府は、求心力を失い、1867年の 王政復古により武家政権が終わった。その後、日本は、明治維新により、布国強兵や文明開化を進め、諸外国からの通商要求を拒否し続けていた理事、朝鮮に対し、1875年の高下党事件を経て、翌年の日朝修好条記で開国させた。日本は、ペリー来航を経て、明治維新を経て近代化に成功し、軍国大国となったが、 第二次大戦で敗北した。自力で近代化できなかった韓国は日本に併合された。新国は日露戦争後、満州族の支配から脱したが、自力で近代化できないまま日本に侵略された。新国は現朝への侵略を強めるフランスと1884年に、新物戦争で争い敗れ、ベトナムは、普通のインドシナとなった。また、 朝鮮をめぐる日清の対立が高まり、1894年に日清戦争で戦い破れた。清国は下関条約で朝鮮の独立を認め、両党半島や台湾などを日本へ割譲するが、両党半島は日本に対する欧州の三国干渉により、完付された。その後、ロシア帝国、イギリス、ドイツ帝国、大日本帝国、 フランスなどの列強は次々と新国の領土を咀嚼した。1899年に不審滅用を掲げる義和団の乱が発生した。翌年に新国は列強に対し宣戦線布告を行うが破れ、北京議定書により莫大な賠償金などを課せられた。また、ロシア帝国は満州への軍中流を続け、朝鮮半島への影響を強める。大日本帝国は、 急速に戦力を整え、1902年に日英同盟を結び、1904年の日露戦争でロシア帝国を破った。その後、1910年に日韓併合条約で韓国を併合する。新国は1911年の侵害革命を経て、翌年に滅ぶ。中国大陸では中華民国が建てられるが軍閥による内戦状態へと陥った。 この内戦状態の中で中華民国は徐々に欧米列強の影響を強く受けるようになっていった。1914年に第一次世界大戦が勃発した。この機に乗じ、大日本帝国は極東地域のドイツ疎開や当初地域を占領した。また、日本は中華民国に大化21カ条要求を行い、欧米に先んじていち早く、 中華民国への影響を拡大させようとした。しかし、ドイツ疎開は戦争後に欧州の干渉によって中華民国に戻され、日本の21カ条要求はから非難された。日本はロシア内戦の干渉戦争においてシベリア出兵を行った。大正時代の大日本帝国では民主主義的思想が流行し、1925年に普通選挙が実施された。 大正初期には戦争で後継期、対戦継期を享受したが、関東大震災で、甚大な人的、経済的損害を受けた。その後の経済の立て直しが難航し、昭和金融恐慌が、1929年に、世界金融恐慌が起こり、壊滅的な打撃を受けた。この状況下で、軍国主義へと舵を切っていった。中華民国では、蒋介石が北伐を成功させ、 満州にも勢力を伸ばそうとしていた。日本はこれに対抗し、満州は日本の生命線と主張し、大陸へ深く関わることになった。大日本帝国は1931年の満州事変を経て1932年に満州国を建国した。1936年に2.26事件が起こり、政府は軍部の区靴となった。 日中関係はその後も悪化を続け、1937年に六甲橋事件をきっかけに日中戦争が始まった。日資両国とも戦線布告を行わず、大日本帝国はシナ事変と称した。中華民国では国民党と共産党の内戦を一時中断させ、第二次国境合作を行い、統一抗日戦線を張った。大日本帝国は1941年に、 アメリカ合衆国などと改戦した太平洋戦争、大東亜戦争。大日本帝国は大東亜共栄圏を主張し東、アジアから東南アジアの広い地域に向けて軍を展開した。日本軍は、初戦は勝利を収めたが、ミッドウェー海戦以降、太平洋での作戦で敗北を重ね、1945年に原子爆弾が投下された。ソビエト連邦は大日本帝国と、 中立条約を結んでいたが、8月8日に満州や日本に侵攻を開始し、千島列島とカラフ島を占領した。大日本帝国の降伏に伴い満州国が滅亡し、台湾は中華民国に割上され、朝鮮半島は連合国が管理することになった。中国大陸では再度国境内戦が行われ、中共軍は工場の多く残る満州を足がかりに、 ソ連からの支援を得て、勝利を収め、中華人民共和国が成立した。一方、国民党政府は台湾に移り、現在も両岸問題は継続されている。大日本帝国は、1946年の日本国憲法により日本国と国名を改め、民主主義を採用し、1951年の日米安全保障条約で日米同盟を結んだ。 また、進出したアジアの国家に対した額の賠償を行った。その後、経済復興を遂げ、経済大国に躍進した。朝鮮半島はアメリカ合衆国とソビエト連邦により南北に分割され、それぞれ大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国が建国された。その後、北朝鮮の南への侵攻により朝鮮戦争が勃発した。 韓国と北朝鮮は1950年から1953年の朝鮮戦争で戦い今も休戦状態にある。南北朝鮮の関係は戦後は劣悪なものであったが近年は韓国側の歩み寄りで関係の改善が見られる。現在の東アジアは北朝鮮を除いて経済が発展し各国の交流も深まっているが台湾の帰属をめぐる台湾問題。 北朝鮮の核開発問題、日本人拉致問題などの課題がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。